あの教官むちゃくちゃな命令ばっかりしやがって確かにちょっと理不尽すぎたよね。疲れたし今日は早く休もうよ。いや腹が立ってきちまって、こんなんじゃ休もうにも気が休まらねえ。こういう時はあれしかねえだろ。ライナーやるんだな、あれを今ここで。ああやるぞベルトルト。やっぱむしゃくしゃした時にはこうするのが一番だな。そうだね、こうしていると余計なことを考えずに済むよ。付き合わせて悪いなベルトルト。いいんだ、筋力も鍛えられるし、僕でよければいくらでも付き合うよ。になったねライナー。そうだな、だいぶすっきりしたよ。イライラしてたのもどっか行っちまったけど、懐かしいよ。昔も嫌なことがあった時には二人で一緒に腕立て伏せをしたよね。ああそうだったな。これからもきっといろんなことがあるだろうが、また付き合ってくれるか相棒。もちろんだよ。迷っちゃうな、さっきの店より前に見た店の方が。うわ、ベルトルト、どうしたんだ、買い物か。あ、エレン、それにアルミン、実はちょっと枕を探していて。枕？そりゃまたなんで。ほら僕っていつも寝相が悪いから、枕を変えたら少しは良くならないかと思って。ベルトルトの寝相はいつも芸術的だからね。あれでその日の天気を占ってる人もいるし。占いの材料にされてる本人としてはちょっと複雑な気分だけどね。あそこまで寝相が悪いとなんか嫌な夢でも見てるんじゃねえかって心配しまうけどな。嫌な夢か。どうだろう、よくわからないけどそのせいなのかな。どちらにせよ枕を変えてみるっていうのはやってみる価値があると思うよ。ほら自分に合った枕で熟睡できれば寝相だって改善するかもしれないし。まあ確かに、けどどんな枕を選べばいいんだ。試しに一晩寝てみるってわけにもいかねえだろう。個人差はあるけど、首が圧迫されないように肩と一直線になる高さの枕を選ぶといいみたいだよ。そうなんだ、初めて知ったよ。アルミ、君ってそんなことまで詳しいんだね。詳しいっていうか全部おじいちゃんからの受け売りなんだけど。よし、枕に詳しいアルミンもいることだし、俺たちも枕選び手伝うぜベルトルト。ありがとう、二人が手伝ってくれるならすごく心強いな。俺さ、妹を見るたびに入団式の時のサシャを思い出しちまうんだよな。半分どうぞって教官に芋を差し出したんだっけ。あんな命知らずは後にも先にもサシャくらいだろう。そんなことはないですよ。ジャンだって教官から頭突き食らってたじゃないですか。なんでそういうことばっか覚えてんだよお前は。ああそういやコニーも何かやらかしてたよな。敬礼の左右を間違えたんだよ。それだけで思いっきり頭つかまれてさ、潰されるかと思ったぜ。みんな散々だな。あ、そういやベルトルト、
お前は何もされてないんじゃないか。え、僕、そうだね、確かに僕は何もされてないよ。きっと運が良かったんだと思う。運か。他にも運が良かったやつ結構いたよな。エレンとかミカサとかさ。とにかく羨ましいです。今でも鮮明に思い出せますよ。入団式の後、ご飯抜きで走らされた時のことは、本当に思い出すだけでお腹が減ってきて。皆さん、そろそろ食事の時間ですよね。ちょっと早いですけど、一緒に行きましょう。調子いいやつだな。サシャは相変わらず面白いね。それじゃあみんなで食堂へ行こうか。 I know my heart is a ghost town.